フレンドに。おお、
岡崎。友達だと思っていたのは僕の方だけなのかな。って聞こえてる？聞こえてますかね？
ともやさん、いらっしゃいませ。今日はお一人ですか？落ち込んでるんですか？なら、なおさら来てほしかったですね。ここでお茶でも飲んでゆっくりしていただければ、気分も安らぐのではないかと思いますよ。ですよね。なれるはずです。もう、お昼はお済ませになりましたか？何か簡単に作りましょうか。はい。資料室です。料理です。簡単なものですから。調理器具はそれなりに揃ってるんですよ。リクエストが多かったので揃えてみたんです。ピラフでいいですか？お味の方はいかがでしょう？ありがとうございます。お粗末様でした。何かリクエストがあれば、言っておいてもらえれば、用意しておきますからね。そんないいものじゃないですから。
ですか？そう言っていただけると嬉しいです。あの、これ。篠原さんにと思って、ピラフ多めに作ってあったので。あの、それと元気が出るおまじないをしてあげてください。いいですか？今から私が智也さんにするようにしてあげてくださいね。